その、ほんとさ、ほんと三笘さ、あのプレー、セメド退場させたじゃん。なんかあのワンプレーだけ褒められるけど、もうさ、セメドを精神的に追い詰めてたよね。だってワンプレー目から恥かかしてたじゃん。それこそエストゥピニャンがさ、もう出すぞみたいなボールだった。あれ、エストゥピニャンなかったな。でも本当に、もう三笘のところで潰そうみたいに来たところを、本当あの踏み込んで相手の重心っていうか矢印の逆に矢印をもう足元でかっさらう方に向かして逆持ってったじゃん一発目から。いや本当になんか三笘がなんか攻め度に格の違い見せつけたみたいになったよね。いやすごいよな、初めてのスタメンの試合でさ、初めてじゃないか、4バックのウィングでは初か。いやでもいずれにしろね、対人最強というか、だってね、セメドの方がセルジオベルトよりいいっていうさ、アホな人もいたくらいさ、セメドの対人いい言われててさ、一応対人は評価されてるセメドじゃないですか。それに対してね、あんなんずっとやってたから、もうあの PK になったシーンとか、もうこれ以上やられるわけいかないっつって、セメドがあんな風になったわけじゃん。いやー、本当に素晴らしい。で、あと、プレスバックが超速くなってるね、前より。前っていうのをいつに設定するかだけど、僕、もともと川崎、あ、それこそ三笘のがっつり解説作った時って、三笘のプレスバックの緩さを指摘してたんですよ。だからやっぱ、あの、スタートから出る時意外に少なかったじゃん。三笘ってあの、川崎の頃バンバンスタメンで絶対的エースだったかっていうと、数字は残したけど結構スタメン少なかったんですよ。そう、だからね、そういうところで三笘のこの守備の強度とか、だってあの、PK になりかけたシーンもあそこまで戻ってんのが結構すごいしね。あれ普通あそこ戻ってるウイング世界的な選手とかマネとかニャブリとかやるけど、あんなの中にネイマールとか絶対戻んないですよ、あんな。ね、ワールドカップとかだとやるかもしれないけど、 CL の決勝とかそんぐらいね。三笘もやっぱそうなんですよ、だからオス力高いから、三笘とか久保とかできてないことに向き合ってできるようになるんですよ。三笘はね、ボールをゴール前に呼び込む動きだったりダイアゴナルなんとかそういうのは少ない選手でしたね。だから斜めの走り込みのゴールとかってほとんどないんじゃない。うん、ああいう、なんかこう、こういうボールを合わせたみたいな。久保とかも、だから足元上手い選手って、それなしで活躍できるからね。だけど、前も言ったけど、ロナージーニョとかマラドーナとか、ドリブル上手いって言われる選手、メッシとか、必要な時の裏抜けめっちゃ上手いじゃん。そう、だから、バイタラーとオーバーテイカー、両方の属性持ってるんですよ。片方だけでいい選手っていないんですよね、名を残す選手で。星を眺めばなうあなたが戻る。